やり抜く子の育て方第3弾考える力を高める方法を紹介しますそういうことですよねはい、こんにちはライフコーチのミスターオカチです今日も来てくれてありがとうございますこれまでの動画ではやり抜く子と投げ出す子には決定的な違いがあるということを解説してきましたそれはライフスキルです いわゆる非認知能力最後までやり抜く子はライフスキルが高くそして途中で投げ出してしまう子はライフスキルが低いだからやり抜く子を育てるためにはライフスキルを高めることが大事ですということで今日の動画ではやり抜く子を育てるためのライフスキルその一つである考える力を高める方法そして関わり方を紹介したいと思います 今回の動画を見ていただけたらやり抜く子特に、えっと、考える力を高めるためにどのように声をかけたらいいのかどのように関わったらいいのかを理解できるようになります最後までご視聴くださいということでこのチャンネルでは子育てを頑張るお父さんお母さん子どもの教育に関わる方に向けてやり抜く子を育てるための方法そして関わり方にフォーカスした動画を配信しています 興味がある方はチャンネル登録ボタンをポチッと押してもらえたら嬉しいですあと SNS でも毎日配信してますので概要欄からつながってくださいそれでは早速いきましょうやり抜く子の育て方考える力を高めるための3つの関わり方1失敗談を自慢する2結果を体験させる3ロジックツリーで質問する 一、失敗談を自慢する。失敗しても OK っていう環境を作る。あなたにとって失敗とは何でしょうか失敗とは負けること。失敗とはミスすること。失敗とは完璧にできないこと。 失敗したら、友達から怒られて、友達から嫌われて、文句を言われて、悪口言われて、傷ついて、自信がなくなって、居場所がなくなって、そして、今までの努力がゼロになる。小学生の時、ずーっと、いや、中学、高校になっても、失敗とはそのような感じで考えてました。 小学生の時は大好きなバスケットボール部にも入れず、好きな女の子にも声をかけることはできない。自分が100%絶対 絶対に成功できるって思えることしか一歩踏み出さなかっただから新しいことが来ても自分にはどうせ無理だ失敗するやめとこうってなって新しいことであったり苦手なことであったり本来やるべきことに対しては一歩前に踏み出せなかったんですだから全然成長しなかった成長しなかったから自信がつかなかったんですでもその時はそれでいいって思ってましたなぜなら失敗することは 死ぬことと同じぐらい辛いことやから失敗するんやったら何もやらないそれを選択するそれでいいって思ってたんです途中で投げ出してしまう子は昔の僕のように失敗が怖くて失敗を恐れて挑戦できないんです行動できないんです本気でやることもできないんですあれをやっても無理なんだろうこれをやっても無理なんだろうってできないイメージばっかり降ってきて一歩も前に踏み出さない そうなななのだからやらないからららやいい成長しないんですできないことはできないままできることももっとできるようにならないんですそうすると自分ができること自分が叶えられることはどん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 小さくなって出会う人も少なくなりそしてすごい狭い世界の中でしか生きられなくなるんですこれではダメです成長するためには失敗を恐れていたらダメなんです 失敗を怖がらずに、やったことないことでも挑戦する。新しいことでもやってみる。苦手なことでもトライしてみる。その気持ち、そしてその行動が大事なんです。とは言っても、失敗を恐れている子供に、どのように声をかけたらいいのでしょうかどうやったら子供が失敗が怖くなくなるのでしょうかこれが大人の役割です。 先生であり、親の役割は、失敗しやすい環境を作ること。失敗しても、OK やで、そう言えるような関係性、そして環境を作ることが大事なんです。そのためにできること。それは、失敗談を自慢する。これまでの人生で、 あなたが失敗してきたことを子供に伝えるんです。自慢げに。そして面白おかしく。例えば、会社を作って社長になったけど、自分のことしか考えてなかったからみんなやめてって。そこからみんなやめてったけど、自分のことだけじゃなくて、目の前のお客さんだけじゃなくて、働いてくれるスタッフも大事なんやって気づいて、大切にすることが大事やってことが分かって。 バスケ部に中学の時は入った夢にまで見たバスケット部一生懸命練習したでも一回も試合に出られへんかってんずっと補欠やってんなぜなら自分が得意なことしか練習してなかったり自分のことしか考えてなくてチームの人と話そうともしてなかったからその経験で分かってん 自分のことだけじゃなくて、チームの人と話さないといけないなってこととか、自分の目標だけじゃなくて、チームの目標もちゃんと考えないといけないなってことが分かってんこんな感じです。こんな感じで自分の失敗をどんどん話しましょう。そして、日頃から失敗している姿を親が率先して見せるんですよ。 どうしても親として完璧な状態を見せてあげたいとか、なんかかっこいいところを見せてあげたいというふうに思う,思う気持ちもわかります。でもね、完璧な親の前やったらお、お父さん完璧にやってるし、お母さんも完璧やし、僕失敗したらどうしよう、失敗したら怒られるんちゃうかっていう失敗に対する恐れがね、どんどん強くなるんです。 完璧であある必要はありませんむしろそのままであるほどがいいんですよ不完全な方がもしかしたらいいかもしれない自分には今それができるできないことであったとしてもできないけどお父さんお母さんやりたいから挑戦するよってその挑戦している姿を見せるで最初はねうまくいきませんよスキルがないからでもそのうまくいってない状態も子どもたちに見せるんです お父さんもお母さんも最初は初心者なんやな。誰でも最初は上手くないんやなっていうことを見せていくんです。で、それだけじゃない。その上手くできなかったところからコツ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 努力して、努力してる姿も見せて、そして成長していく姿も見せるんです。そしてそれで夢が叶ったらいいじゃないですか。初めは初心者やったけど、そして色々と失敗してきた,いたけど、 僕の前で努力して頑張ってたら夢が叶ったんだってその一連の流れ全部見せるんですよ夢を叶ったところの話だけじゃなくて初心者のところをしっかり見せてそこも成長していくまでの過程を見せるんです大事なことは成功している姿ではなくて成長している姿を見せることですそのためには失敗している姿もそうやし最初は初心者っていうところも子供に見せていくそして成長していくスキルを見せ につけていく過程も全部そのストーリーを子どもに感じてもらいましょうそうすれば初めはみんな初心者なんや完璧でやらなくてもいいんや失敗してもいいんや僕もちょっとやってみようってなって調整する失敗が怖くなくなるんですこれとても大事です失敗しても OK やんだってお父さんとお母さんも失敗してるもんって最初はみんな初心者や俺も下手くそやけどやってみようってそういうふうに思ってもらえたら丸です 2! 結果を体験させる。体験以上に学べるテキストはありません。子供が約束していた夕食の時間に帰ってきませんでした。そんな時あなたはどうしますかなんで時間通りに帰ってこないの連絡がないと心配するじゃない。そのように叱ってそのままご飯を一緒に食べる。これが よくあるパターンでではないでしょうか子供が食事の時間になっても帰ってこなければ一切叱らずに食事を出さなければよい罰を与えるのではない結末を体験させるためだこれは自己啓発で有名なアドラーの教育哲学です。 食事を守る、時間を守るという約束をして、その約束通りに帰ってこない場合、約束した通り、ご飯はなしね。それをお伝えしたらいい。これだけでいいんですって。どう思いますか知っておくべきことは、苦痛を避けて快楽を求める。これが人間の行動原理なんですよ。 困らないと自分ごとにならないんですよ。辛い思いをした。悲しい思いをした。痛い思いをした。だからそうならないようにしよう。楽しいことがあった。もっとやりたい。やってみたい。面白そう。って思うからもう一回やってみる。だからこそ困らせるという体験。それがね、大事なんです。これが一番学びになるんです。歯をちゃんと磨かなかったから虫歯で痛い思いをする。 忘れ物をしてしまったから先生に怒られて友達に笑われてしまう。勉強しなかったからテストの点数が悪くなって宿題が2倍になる。などなど。このように困った体験をするからそうならないようにどうしたらいいんだろうって初めて他人事ではなく自分事としてこれを考えるようになるんです。そこが大事。だからその困らせるという体験を奪わない。これは学びのチャンスなんです。だから 困らないように子供を助けるのではなくて困らせてから一緒に考える。これが基本スタンスとして大切です。7時に起きなかったら自分でご飯の準備をしなければならない。忘れ物をしたらお母さんは届けません。決まった時間に帰ってこなかったら習い事の送迎はできません。それが2回続いたら大好きな習い事もやめてもらいます。 このように事前に話し合ってルールを決めておくことが大切です。そして実際に7時に起きてこなかったらお母さんはご飯の用意しません。約束通り子供に用意してもらいます。忘れ物をした、忘れ物をしてもお母さんは届けません。そこで困るという体験をしてもらいます。それを子供にも守ってもらうのもそうやし、お母さんも 我慢するかわいそうやなって思うかもしれない辛いなって苦しむだろうなって思うかもしれないけどそのような困った体験が子どもの学びになるそこから自分の頭で考えるようになるんですどうやったら解決できるだろうってその時にサポートしてあげることが大事ですそして困らせる体験も大事ですけどうまくいった体験も大事なんですねだから、えー 歯を磨いた。歯をちゃんと磨いてるから、今日も虫歯なかったね。えー、今,が今月は虫歯なかったねとか、忘れ物しなかったから、授業ちゃんと受けれたねって、うまくいったことをしっかりと見てあげて、それを認めてあげる。そして声をかけてあげる。そうすることで、子供ができたできたっていう達成感が溜まっていって、自信につながり、もう一回やってみようっていう行動につながっていくんです。はい、これが最後です。3! ロジックツリーで質問する。論理的に考えて問題を解決する力。何これ初めてや全然わからん。どうしたらいい先生どうしたらいいもうわからないよって、問題が起きた時にすぐに答えを聞いてきたり、すぐに指示を求めてくる。そのような子供がいます。あなたはそのような時にどうしますか 問題を解決する力は、やり抜く力に直結するとても重要なスキルです。朝が起きられない、たくさんの宿題を一度にすることができない、そして友達を怒らせてしまった、などなど、子供の周りでは毎日いろんな問題やトラブルが起こっています。 その問題やトラブルを自分の頭で考えて時には人の助け,を助けを頼りながら問題を解決していく力それは生きる力そしてこれから先生きていくためにはとても大切です親から離れて仲間を作ってチームで問題を解決して物事を前に進めていく力ですそれでは、 どうやったらこのような問題を解決したりトラブルを解決するそのような力を育めるのでしょうか僕の教室では実際にビジネスで使われている問題を解決する手法であるロジックツリーを使いながら子供たちに質問を投げかけていきます3つの質問ですステップ1原因を見つける質問ステップ2アクションを じゃあはステップ2解決案を考える質問ステップ3アクションを決めて実行する質問それでは実際にこのロジックツリーを具体例を用いて紹介していきたいと思います具体例としては、えー、たけしくんがバスケットボール部に入っているでも全然試合に出られない どうやったら試合に出ることができるのだろうその問題をロジックツリー3つのステップで解決していきましょうステップ1問題の原因を見つけるこれなんですよここをねすっ飛ばしてどうやったら解決できるかなっていきなり解決案やったり、えー、対処方法を考えてしまうケースがあります でも問題の根本が分かっていなかったらそれ以外のところを解決したとしても根本が解決してなかったら解決しないんですよ、まあ、例えばもうここの廊下にね水がこぼれていますじゃあこの水を拭こうと思ってこの水を拭くじゃないですかで水を拭いたとしてもねこの上この天井に穴が開いていたらまた雨が降ったらほら廊下に水が水浸しになるじゃないですかということは問題の根本原因は ここを拭くということだけではなくてここここの穴を塞ぐということが大事ですよね。だから一番最初はここの穴が根本原因だったように。 その子の根本的な原因は一体何なのか、それを出していく。それを聞いてあげて、たくさん数を出していくことが大事です。まずはね、えっ、ー、と子、子供に、えー、これってどうやったら試合に出れるのかなとか、何が原因なのかなっていうふうに聞いてあげて、それを紙に。 子供に書書いいいててもらまましょう。ま、ずはたくさん書いてあげることが大事です。まあ、時間計ってね今から3分間時間あげるからどうやったらじゃなくて何で試合に出られないのかなっていうのをちょっと考えてみようねってで紙とペンを私ね書かせるんですで子どものね筆が止まったらじゃあね例えば試合に出てるまさるくん マサルくんはんで試合に出れてるのかなマサルくんとタケシくんの違いは何かなそのように質問をしてあげたりとかしてサポートしてあげましょうそうすればどんどん数が出てくると思いますそしてたくさん紙にかけたらその中で全部ねその問題の原因に対する解決を考えるの大変なんで3つに絞りましょう、まあ、低学年であれば1つでも大丈夫です例えば今回であれば えー、バスケットボールの試合に出られないのはシュートが苦手だということ。そして試合で緊張して実力が出せない。そしてコーチが僕に何を求めているかがわからない。だから試合に出,れ出られないんだというように問題を3つに絞ることができました。その次にすることは何でしょうかこれがステップ2です。ステップ2。解決案を考える。 今回、三つの原因に絞ることができました。それぞれの原因に対して、どうやったらそれが解決するのかな、と聞いてあげて、その問題の原因を解決する方法を考えていきましょう。 これもね、最初はたくさん書いて OK です。たくさん子供に書いてもらって、その中から子供が大事だなと思うことを子供自身に選んでもらう。で、子供自身が考えてもわからなければ、お母さんはこの A という案、B という案、どちらもいいと思うけど、A という案はこういうメリットとこういうデメリットがある。B という案はこういうメリ,メリットとデメリットがあると思う。あなたは今のお話を聞いてどう思うというように、 案に、それぞれの案に対するメリットとデメリットを伝えてあげて、そして最終的に子供に選んでもらう。そのようなアプローチがグッドです。今回の事例で言えば、シュートが苦手という原因に対しては、シュートの練習をするという解決方法を考えました。え二、ー、つ目、試合で緊張して実力を出せないという原因に対しては、 本を読むということ、そして試合をイメージして練習するという解決法です。この本っていうのはメンタルトレーニングであったり、まあ、どうやったら緊張せずに自分の力が出せるのかっていう知識を入れるということです。で、3つ目はコーチが求めていることが分からないという原因に対しては、実際にコーチに聞くということと、練習中でコーチが言っていることをメモをするという解決法を思いつきました。その次は何でしょうか それがステップ3です。この中でアクションを決めて実行する。たくさん出てきた解決案の中で子供に聞いてみましょう。この中で一番大事やなと思うことはどれやと思うそしてあなたができそうやと思うことはどれかなっていうように問いかけて子供にいくつか選んでもらうんです。そして選んだことに対してそれ選んだんだね。それをいつまでにする そして、どれくらいするというように、期日を明確化する質問と、その目標自体を具体化する質問を投げかけてあげましょう。そして最後に、いつからするのと声をかけてあげて、始めるタイミングも一緒に決めてあげることが大切です。 今回の例で言えば、シュートが苦手やからシュートの練習をする。具体的に言えば、今月末まで月曜と木曜、シュート20本入れる。という解決案であったり、試合で緊張して実力を出せない。だからメンタルトレーニングの本を読む。いつ明日本屋で本を買う。3つ目、コーチが求めていることがわからない。だからコーチに聞く。 具体的に言えば、次の木曜、コーチに僕がどんなことを練習したらいいのか、僕の弱点、どうやったら試合に出れるのかっていうのを直接聞く。このように問題、具体的な問題に対して、どうやったらそれが解決するのか、そしていつまでに何をするのかっていうことが明確になりました。 はい。これがロジックツリーのアプローチです。問題が起きた時に、その問題の原因をしっかりと意見を出して、そして問題の原因をいくつかに絞って、その解決方法をそれぞれ考えていく。そしてその解決方法が決まったら、それをいつまでにやるのか、そして具体的にどのようにやるのか、どれくらいやるのかっていうのを明確にしていく。そのようなプロセスをしていくことで、えっと、問題が起きても、具体的な解決法まで、 編み出すことができるんです。これを言葉だけでやったら難しいから、紙に書きながらね、このロジックツリールを書きながらやると、頭でイメージしながら問題を解決できるので、おすすめです。そして、問題を解決するアクションプランが見つかったら、それを見つけたことを褒めてあげましょう。よく自分で考えたねって。そして、〇〇ちゃんならできると思うから、応援してるよっていうように、声をかけてあげて、勇気づけてあげましょう。はい、まとめです。 やり抜く子の育て方考える力を高めるための親の関わり方3選1失敗談を自慢するもうとにかく失敗しても OK だよっていう環境を作るということそのためには大人自分自身が失敗を見せるということそして失敗を語るということこれが、ね、めちゃくちゃ大切です2結末を体験させるねっ 結果であったり成功であったりその子自身が体験したことが一番の学びになりますその子が困らないように失敗しないようにミスをしないように先回りしてその失敗経験を奪ってしまうと成長するチャンスも奪ってしまうことになりますだから結果を体験させるそして体験したらそこから一緒に考えるこれがとても大切です三つ目ロジックツリーで質問する どうやったら問題は解決できるんだろうその方法、ロジックツリーを紙にね、実際に書きながら子供と対話しながらやっていく。そうすることで問題が起きても自分で考えて突破できるんだ。そのような自信がつくとどんどん行動できるようになります。新しいことでもやったことのないことでも挑戦できるようになるんです。ぜひ試してみてください。 以上ですということで今回の動画少しでも勉強になったためになったおかんち頑張れって応援してくださる方は高評価ボタンを押してくれたらめっちゃ嬉しいです。 えこんな感じでこのチャンネルは子育てを頑張るお父さんお母さん子どもの教育に関わる方に向けてやり抜く子を育てるための考え方や関わり方をもう全部紹介していますえ興味がある方は最新動画を見逃さないようにチャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら嬉しいですあと無料 LINE 講座を2021年3月にリニューアルして解説させていただきました そこではヤニヌックを育てるための関わり方であったり声かけの仕方であったり、えー、家庭での、えー、環境のつくり方などなど具体的なことを動画やブログそしてコラムで配信しています、えー、そちらでも質疑応答を受けたまわっておりますので、えー、概要欄からチェックしてみてくださいそして友達追加をしてくれたら嬉しいですはいジエンドそれではワンダフルな一日をお過ごしくださいバイバーイ 抜くこ